Willkommen zurück zu Tales of Vesperia. Wir sind in Miozzo und sollen zum Ältesten. Wir sind hier in dem Haus und haben gespeichert und haben hier direkt eine Plauderei. Nee. Saki kaimono shita toki no otsuri ni Rita no namae ga. Masaka Rita? Rita! Nani yo, ogoe dashite. Saki no kaimono de watashitashi no okane ga temoto ni modotte kitan desu. Hora! Oh! だから言ったじゃない。使えばお金は仲間を連れて戻ってくるって。あら、あれっておとぎ話じゃなかったのね。リタ・モルディオってフルネームだよ。恥ずかしいな。最近妙に金を使いたがると思ったら、エステルに変なこと教えたのお前か。金はともかくさ、道具まで名前書くってのはどういうことよ。売った道具を誰かが買って、それが役に立ったら売った私たちに何か返ってくるかもしれないでしょ。あざとい。道具はともかく、グミにも書くのは勘弁して。リタ、食べるものにはちょっと。え、だって。 Gut, genau, wir haben hier gespeichert. Cool. Okay, können wir uns ausruhen, umsonst. Oh, finde ich ganz gut. Machen wir auf jeden Fall mal. Und werden jetzt zum Ältesten marschieren. Also er müsste wahrscheinlich in dem roten Häusle sein. Das ist zumindest meine Vermutung. Haus des Ältesten, perfekt. Dann werden wir mal mit ihm reden. やっぱりクリティアの人ってなんか変わってるよね。のほほんとしてるというか、マイペースというか。おかしな人たちでしょ。ジュディスもなんとなく似てるけどね。おかしいわね。ずいぶん違うと思うのだけれど。パティもノリが合いそうだね。それじゃあここに住むのもいいかもな。ただいま。おかえりなさい。待たせたの。それじゃあその奥に行くとよい。これこそがミョルゾに伝わる伝承を表すものなのじゃよ。でもただの壁だぜ。ジョディスよ、ナギーグで壁に触れながらこう唱えるのじゃ。霧の間に間に浮かぶ夢の都。霧の間に間に浮かぶ夢の都、それが現実の続き。これは。ほう、ナギーグってのはこんなこともできんのね。ナギーグを知ってなさるか。この力と口伝の秘文により、この壁画は真の姿を表すのじゃ。なんか不気味な絵だね。クリティアこそ知恵の民なり、大いなるゲライオスの礎、いにしえの世の酒火となり。されど賢明ならざる知恵は災いなるかな。我らが手になるブラスティア、天地に恵みをもたらすも、星の地なりしエアルを怪我したり。やっぱりリタの言った通り、エアルの乱れは過去にも起きていたんですね。こいつがエアルの乱れを表しているのか。世界を食べようとしてるみたい。はあ、大量のエアルが世界全体を飲み込むかのようだったという。エアルの汚れ、こうじて大いなる災いを招き、我ら恐れもってこれを星はみと名付けたり。星はみ。ここに世のことごとく一丸となりて星はみに挑み、忌まわしき力を消さんとす。ねえ、ひょっとしてこれエンテレケイアを表してるのかな。魔物みたいなのが人と一緒に化け物に挑んでるように見えるね。
結果古代ゲライオス文明は滅んでしまったが、星はみは沈められたようじゃの。その点はわしらがこうして生きていることからも明らかじゃな。要するにこの絵はその星はみを沈めてる図ってこと？これは何じゃ？大きな輪っかみたいね。何これ？さあの、何じゃろうの。最後、なんて書いてあるの？ジュリー、世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発、星はみ、虚空へと消え去れり。何だと？世の祈りを受け、満月の子らはかくて世は流れたり、されど我らは罪を忘れず、ここに世よ語り継がん。アスール240。どういうこと？個々の言葉の全部が全部何を意味しているのかまでは伝わっておらんのじゃ。とにかくブラスティアを生み出し、一つの文明の滅びを導くこととなった我らの祖先は、ブラスティアを捨て外界と関わりを断つ道を選んだとされておる。エステル！ほっといてやれ。ミョルゾに伝わる伝承はこれで全てじゃ。ありがとな、じいさん。参考になった。もっと参考になる。どんな料理も美味しくなる幻のキュウリの話があるのじゃが。結構よ。それよりどこか休めるところを借りてもいいかしら。仲間が落ち着くまでしばらくお世話になりたいのだけれど。あ、ならば隣の家を使うとよい。助かるわ。行きましょう。長老の話、全部本当のことなんだよね。壁画の解釈に間違いがあるかもしれないけれど、言葉と壁画を照らし合わせると説得力はあったわ。フェローに話を聞いた時点で問題が世界規模だってことは分かってんだ。あいつはこれを見た俺たちがどう反応するか、それを分かった上で時間をくれたんだろうな。所詮人間ごときに対処できる事態じゃないとでも思わせたかったのかね。そしてあの子のことを諦めさせる。これじゃフェローの思惑通りじゃない。私そんなの絶対に認めない。認めてたまるか、諦めてたまるか。 Sehr interessant, was wir da mitbekommen haben. Krass. Estelle ist jetzt weggerannt. Aber, ja gut. Allzu weit sollte sie auf einer fliegenden Insel nicht kommen. Oder fliegenden Stadt. Krass, okay. Wir sollen das Haus nebenan benutzen dürfen. Ist wahrscheinlich das Haus, was, in dem ich gerade eben war. Wobei es nicht... Doch, es macht Sinn, ist das hier. Da können wir uns hinlegen und ein wenig ausruhen. Jetzt natürlich die Frage, wo Estelle steckt. Soll ich sie jetzt suchen? Oder... Ich gehe erstmal ins Haus. Vielleicht ist sie auch drin. Weiß man ja nicht. Sekai no wazawai. Hoshihami ka...あの伝承からだと、前に星はみが起きたのは満月のこの力が原因とは言い切れないもんだったけどよ。世の祈りを受け満月の子らは命燃え発っての。星はみの原因の満月の子の命を絶ったことで危機を回避したとも取れるわ。でもさ、確実に原因になってるヘルメス式ブラスティアを止めればいいんだよね。ヘルメス式だけじゃないかもな。あの伝承からだと全てのブラスティアがエアルを乱してるって感じだった。違うかリタ。長老、ブラスティアに普通も特殊もないって言ってた。つまり違うのは術式によって扱うエアルの量の大小のみってことだと思う。俺たちが使ってるこいつもか。うん、
ボーディーブラスティアは特殊だけど、術式によってエアールを用いる以上、どのブラスティアも同じよ。それに術技はどの道エアールを必要とするもの。多分ヘルメス式も満月の子も本質的には危険の一部でしかない。ブラスティアの数が増え続ければ遅かれ早かれ星はみが起こる。エンテレケイヤはそれを恐れてるんだわ。やっぱそうか。認めたくなかった。悪いのはブラスティアじゃない。悪いことに使ってるやつが悪いんだって、そう信じてた。でも違った。じゃあ全部のブラスティアを止めなきゃダメなの？このミュルゾの人たちみたいに？それじゃあブラスティア全部捨てればいいのじゃ。船もオールで焦げなのじゃ。そりゃ無理な話だ。ブラスティアはもう俺たちの生活にはなくてはならないものだぜ。シルトブラスティアやアクエブラスティアとか、もちろんボーディブラスティアもな。確かにな。無理なのかな。実際こいつがないとすげえ化け物とかの相手は無理かもしれない。そうだよね。ブラスティアを使ってもエアールが消費しなければ良いのだけど、夢物語なのかしらね。リゾマータの公式、払えるものはエアルの消化、還元、構築、分解により成り立ってるんだけど、そのエアルの仕組み自体に自由に干渉することが可能になるはずの未知の理論が予想されてるの。それを確立するために世界中の魔導士が追い求めてる現代魔導学の最終到達点よ。それがリゾマータの公式？確立されればエアルの制御は今よりずっと容易になるはず。もちろんエアルから変換された力をまたエアルとして再構成するような未知の術式が必要だけど、でも現にエステルの力はエアルに直接干渉してる。リゾマータの公式に一番近い存在なのはエステルなのよ。公式でエステルの力に干渉して相殺すれば、あるいは。なんだかよくわかんねえが、その公式ってのにたどり着けばエステルは安心して生きてけるってことだな。増えすぎたエアルも制御できれば星はみを招くこともなくなる理屈ね。すごいよ。まあ難しいけど。でその世界中の学者どもが見つけられない公式ってのを探すっての？それこそ夢物語でしょう。絶対たどり着いてみせるわ、エステルのためにも。そうかい。あれ、どこ行くのレイブン？散歩よ。世界を救うとか魔導学の最終到達点とか、話が壮大すぎておっさんちっとついていけないわ。公式もいいけど、こうしている間にもエアルの乱れは大きくなっているわ。そうだな。とにかくヘルメス式ブラスティアを作ってるやつ見つけ出さないと、本当にフェローの言う通り手遅れになっちまう。それこそどうやって探すのよ。アパティアを狙ってる連中、そいつらを追えばたどり着く。コアはアパティアからできるんだからな。フレンやナンたちだね。ああ、戦うことになる。向こうの出方次第だな。何？Gut, das Ganze wird immer komplizierter. Jetzt kommt noch eine Formel ins Spiel, die wir wohl auch noch finden sollten, die, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo auf der Unterseite eines Steins geritzt ist, irgendwo auf der Welt. Ich habe keine Ahnung, wo wir das Ding finden. Und so wie es sich angehört hat, wird anscheinend die Stadt hier angegriffen. Was natürlich irgendwo Sinn macht, denn wenn man die Stadt offen legt und sie am Himmel schwebt, was soll denn nichts Schlimmes passieren? Ja, wir sind ja alles Menschen und die wollen ja immer alles zerstören. Ist ja ganz klar. Deswegen schauen wir mal, was hier irgendwo abgeht. Die Frage ist halt nur, wo. Brastia ist bewegt. Warum? Koa
装着されてる。ここに何か文字が。キネスプラスティア。つまりそいつで誰かがミョルゾから出たのか。そういうことになるわね。でもここのブラスティアは全部捨てられて動かないものではないのかな。ええ、そのはずなんだけど。ふん、なんとブラスティアが動いているとは。誰かが町を出たみたい。エステル、エステルはどこ。おっさんもどこ行ったんだ。え、まさか二人がどういうことじゃ。ここのブラスティアは皆肝心のコアをとうの昔に失ったものばかりのはずじゃが。多分外からコアを持ち込んだのよ。調整なしにただ装着したって動くはずないんだけど。エステルなら別かもしれない。エアルに直接干渉できるのならコアの術式に合わせてエアルを再構成することもできるかも。でも一体どうして。長老様、私たちの仲間が町にいないか、みんなで探してもらえないかしら。おう、いいじゃろ。俺たちも探そう。こんなことならエステルを一人にするんじゃなかった。何もできなくても思い詰めたあの子のそばにいてあげるんだった。別にお前の責任じゃねえんだ。自分責めてたってエステルは戻ってこねえぞ。わかってるわ。レイブンもどうしちゃったんだろう。彼少し様子がおかしかったから。そもそも二人は一緒なのかな。別々にいなくなったってことはさすがにねえだろう。けどどうして二人だけで。今さら疑いたくはねえけどな、レイブン。Okay, das ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig. Ja, dass es das sehr funktioniert. Lässt darauf schließen, dass es Estelle war. Es sei denn, würde mich stark wundern. Oh, cool. Würde mich stark wundern, wenn Raven ebenfalls Blast hier aktivieren könnte. Wobei Raven eh generell ein sehr mysteriöser Mensch ist. Schwierig auf jeden Fall. Also jemand muss es auf jeden Fall benutzt haben. Also irgendeiner von den beiden hat auf jeden Fall die Stadt verlassen. Oder beide. Wenn beide noch hier sind, würde mich stark interessieren, wer denn sonst die Stadt verlassen hätte. Also ob hier noch jemand war, aber das Spiel hat mir nicht suggeriert, dass hier irgendjemand böse ist, der uns ausspioniert hat oder sowas. Also denke ich mal, einer von den beiden wird es gewesen sein. Also wir schauen hier einfach mal, ob wir irgendwen finden. Zur Feldkarte wollen wir nicht. Ja, entweder wir finden einen von den beiden oder beide sind tatsächlich weg. Also ich denke mal, beide finden sollten wir nicht, sonst wäre das sehr verwirrend jetzt hier mit dem Transportblast hier. Macht halt gar keinen Sinn. Also irgendeiner von denen muss noch hier sein. Nur wo? Wobei jetzt auch die Frage ist, ob ich überhaupt hier bleiben soll oder ob ich die Stadt verlassen soll. Ich habe das Ding ist halt auch, ich habe keinen Anhaltspunkt, wohin es jetzt gehen soll. Klar, wir könnten uns an die Soldaten und die Jagdklingen orientieren, so hieß es zumindest auch von den Charakteren, dass wir dann der Formel immer näher kommen, was zwar auch Sinn macht, aber die auch erstmal finden wird auch eine Weile dauern. Gut, es geht jetzt nur zum Haus des Ältesten, da würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz rein, vielleicht ist er drin, dann reden wir noch mal mit ihm. Ansonsten müssen wir die. Ey, jetzt ist der auch nicht mehr da. Ja, sonst müssen wir die Stadt jetzt verlassen. Andere Möglichkeit hier sehe ich gerade nicht, irgendwie weiterzukommen. Wir können auch mit allen reden, vielleicht bringt das noch irgendetwas.
Okay. Nö, scheint, scheint nichts zu bringen. Also niemand hat die beiden gesehen. Ach, okay, cool. どこにもおらんの。一体どうしちゃったんだろう。とにかく降りて探さなきゃ。降りてと言っても世界は広いのじゃ。闇雲に探すのは無謀なのじゃ。二人とも散歩かもしれないぞ。僕たちに黙って街を出る散歩。そんなわけないよ。 ま、死ぬ気で頑張るのは生きてるやつの特権だわな。死人や信念も覚悟も。出ろ。いいところだったんですがね。 師団長直々なんておっさん何者だよ。なんで今になって思い出す。なんか嫌な予感がしやがる。早くおっかけよう。気持ちはわかるけれど、とにかく落ち着いて。あんた心配じゃないの。心配よ。だからこそ落ち着いて考えなきゃね。 そうね。うん。何かいい方法ないか。そうさの。ミョルゾの主なら何かご存知かもしれんの。エンテレケアだものね。ブラスティアのエアルの流れを感じ取っていたかも。聞いていたでしょ。教えてもらえるかしら。なんとなくの方角でしか。西の方、砂の海。 もう一つはっきりしないけど、砂漠の町。前にデュークとあった小ゴール砂漠の町だね。砂漠のあんな何もない町に何しに行ったのかな。すぐに向かおう。行くのかね。ええ。何も辛い役目を負うことはない。もう良いのではないか。ありがとう長老様。でも、うん。<笑> 長老様も外界に出てみればわかるかも。Okay, also auf jeden Fall irgendwas mit Raven. Also beide sind nicht mehr da. Ich hoffe doch mal nicht, dass Raven irgendwie auf die Idee kommt, Estelle umzubringen. Aber es scheint wohl jetzt so der Punkt zu sein, an dem ein Plot einsetzt in dem Game. Was nicht verkehrt ist. Oh, die Stadt bewegt sich sogar. Auch ganz lustig. Wir sollen nach Jormgen. Also vermutlich nach Jormgen. Das ist so die Information, die wir haben. Schauen wir doch mal. Jormgen müsste die Stadt hier sein, ne? Ich speichere einmal kurz. Und dann betreten wir die Stadt. Und schauen mal, ob wir Estelle oder Raven hier antreffen werden. Ach du. これは。どうなってんの？完全に廃墟だよ。昨日今日ってものじゃないわ。もう何百年も経ってる痛み方よ。 大火事があって灰になったってわけでもなさそうじゃな。静かに。リューク。リゾマータの公式の手がかり。あいつはカドスの喉笛のやつだ。リュークの連れだったとはな。あいつには聞きたいことあるけど、まずはエステルを。逃がしたか。 時間がない。残念だがこうなればもはややむを得んだ。アレクセイ、なんでこんなとこに。ほう、
姫を追ってきたか。よくここが分かったな。エステルがどこにいるか知ってるの？何するんだよ。何の冗談だ、騎士団長さんよ。君たちには感謝の言葉もない。君たちのくだらない正義感のおかげで私は静かにことを運べた。古くは海賊アイフリード、そして今またバルボス、ラゴン、皆それなりに役に立ったが、諸君はそれを上回る素晴らしい働きだった。全く見事な道化ぶりだったよ。え？だがもう道化の出番は終わりだ。そろそろ舞台から降りてもらいたい。そういうことかよ。何もかもてめえが黒幕？笑えねえぜ、アレクセイ。騎士団長！もう一人の道化も来たか。フレン。騎士団長、なぜです？帝国騎士の誇りと言われたあなたが、なぜ謀反など。謀反ではない。真の支配者たる者の歩むべき波動だ。ヨーデル様の信頼を裏切るのですか？ヨーデル殿下。ああ、殿下にもご退場願わないとな。バカな。マイロード、準備が整ったようです。イエガー。ご苦労。では私は予定通りバクティオンへ行く。ここはお前に任せる。ヨーデルの始末もな。イエス、マイロード。待て、アレクセイ。逃がすかよ。通さない。邪魔するのならどきなさいよ。ユーたちのプリンセスもバクティオン神殿です。なんだと。早く行かないと手遅れちゃうわよ。アレクセイとイエガーを追え。はい。アレクセイ、許せん。ユリ、僕らも。ユリ。ユーリ・ローエル、おとなしくしてもらおう。バクティオン神殿はヒピオニア大陸にあるそうだ。ヒピオニア？デズエールの東の大陸ね。イエガーの言葉を信じるの？アレクセイも向かったってんならきっとエステルもいるわ。情報が少ないし行ってみるしかないわね。なのじゃ、あの男、このままほっとくわけにはいかんのじゃ。どうしたの、パティ？そういえばあんた、アイフリードがどうとか言ってたけど、あの男が全ての元凶なのじゃ。あいつを倒せばエステルも戻ってくるのじゃ。でもレイブンは？エステルを渡してどっかに逃げちゃったんでしょ。そんな、レイブンがそんなことするはずがない。現にエステルはさらわれちゃって、あのおっさんはいない。そう考えるのが論理的でしょ。彼も捕まったのかもしれないけどね。とにかく行くわよ、ユウ。ユーリ。フレン、ちょっと顔貸せ。わかった、向こうで聞こう。Okay. Ah, schade, ich muss mit ihm reden. Ich habe keine Möglichkeit zu speichern, glaube ich. Schade. Alter, es ist so viel gerade passiert. Oh, was zum Teil irgendwie keinen Sinn macht. Also hier, dass die Stadt zerstört ist oder so aussieht, ist irgendwie klar. Das heißt, das Ganze, was wir gesehen haben, als wir schon mal hier in der Stadt waren, war eventuell eine Illusion. Und das hier ist die tatsächliche Stadt, wie sie zu unserer Zeit aussehen sollte, weil damals ist die Zeit ja stehen geblieben. Das könnte eine Illusion sein, die vielleicht von Duke aufgebaut wurde. Schwierig zu sagen, nur dann verstehe ich den Grund nicht, warum das gemacht wurde. Also vielleicht um den Himmelskristall hier abzugeben, dann hätten
Duke aber voraussetzen müssen, dass wir den Himmelskristall überhaupt finden, macht nicht ganz so viel Sinn, bin ich ganz ehrlich. Ich kann auch nicht sagen, ob Duke und Alexei zusammengehören oder ob beide getrenntes Zeug machen. Auf jeden Fall war Duke hier mit diesem Monster und die sind beide abgehauen. Alexei war hier, Jäger war hier und sie sind auf jeden Fall beide böse. Raven wahrscheinlich auch, denn er hat wohl Estelle entführt und zu Alexei gebracht und die sind jetzt in einem Schrein, den wir finden müssen. Allerdings wollen sich Flynn, der Vollidiot, und Yuri unterhalten. アレクセイにまんまと利用されやがって。ドンもベリウスもあの野郎のために死んだったのか。そばにいて全く気づかなかったのかよ。すまない。なぜだ。ヨーデルがアレクセイを信用してたからか。殿下は悪くない。すべてアレクセイを信じた僕の責任だ。ノードポリカでアパティアを欲しがったのもアレクセイの命令だからだろ。ああ、話せよ。何があった？もう元騎士団長殿に気を使う意味ねえだろ。ヘリオードの軍事拠点化に、マンタイクでの住民迫害、キモールの行動、さらに帝国で禁止されているブラ、すべて騎士団長、いやアレクセイの命令だった。立派な騎士様になったもんだな。国への忠誠、大したもんだ。騎士団長は、アレクセイは昔はああじゃなかった。君だって知ってるはずだ。正しいものが正しく生きていける、それがアレクセイの理想だった。だからこそ僕は。それで自分のやるべきことを見失うようじゃ世話ないぜ。エステルさらわれちまった俺も偉そうなこと言えたぎりじゃねえけどな。いや、それも元はといえば僕がアレクセイの本性を見抜けなかったせいだ。疑問を感じながらも騎士として命令を遂行することに固執してしまった。僕の思慮の浅さが今回の事態を招いたんだ。嘆くのがあんたの仕事なの？無礼だよ。いや、彼女の言う通りだ。エステリーゼ様は僕が救い出す。ああ、隊長、それじゃヨーデル様はどうするんですか？今天下の身に何かあったら。その通りだ。だからこそ我が隊の総力を挙げてヨーデル様をお守りするんだ。ですが隊長は。頼む。ったく、俺はお前にそういうけじめをつけさせたくて怒鳴ったわけじゃないっての。それにエステルを助けるのは。なら僕も入れてくれ、ブレイブ・ベスペリアに。隊長、騎士がギルドにってお前冗談きついぜ。親衛隊がエステリーゼ様を連れ去るの、僕には彼女を助け出す義務がある。やめとけって。お前にギルドは合わねえよ。けど一緒に行きたいってんなら。ユリ。けど分かってんだろうな、お前の本当にすべきこと。ああ、エステリーゼ様を助け次第ヨーデル殿下の護衛に戻る。帝国を混乱に陥らせるようなことにはさせない。すまない。ソディア、ウィチル、ヨーデル様を頼む。できるだけ早くお戻りください。殿下にもそうお伝えします。わかった。ありがとう。お互いな。ちっと安心したぜ。久々にらしいとこ見れてな。アレクセイ、彼がヘルメス式の技術を持ち出していたの。ああ、良くも悪くも一つにつながったってわけだ。よし、バクティオン神殿に行くぞ。エステルとレイブンを助けてアレクセイのやつをぶっ飛ばす。了解。Okay, Flynn ist jetzt mit uns. Wobei ich immer noch glaube, dass Flynn Vollidiot ist. Zuhodan じゃないわ! Anno Baka-Kishidan-chou! Balbos und Lago sind
それにイエガーも全部アレクセイの仕業だったんだ。エステルまで連れて行って。僕絶対にアレクセイを許せない。エステルを取り戻したら真っ先にぶっ飛ばしてやるわ。ええ、彼は報いを受けるべき存在。見逃すわけにはいかない。エステリーゼ様への仕打ち。今のアレクセイは僕が信じた彼とは違うのか。ああ、あいつは悪党だ。救いようがねえほどのな。相応の報いは受けてもらう。Gut, wir wissen jetzt auch, wo wir hin müssen, beziehungsweise hin sollen, und zwar zum Schrein. Ich werde hier jetzt erstmal die Folge beenden und speichern. Es ist sehr, sehr viel passiert, und mal schauen, beim nächsten Mal werden wir dann zum Schrein gehen und ja, mal gucken, wie das Ganze wohl eskalieren wird in diesem Spiel. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!